げえ上がりよ。本日は9月19日姫路の某所で花火が上がるということで、どこかわからなかったんですけど、当日 JC さんの公式ホームページに場所が発表されていました。その4つ発表されてて、1個が網干のエコパーク、もう1個が姫路の自衛隊駐屯地ですね。花田のなんかあのスポーツのとこありますよね。そしてもう1つは福泊海水浴場と発表があったので、福泊まで3密を避けつつ、見に行きたいと思います。時計の針は7時、15分かな。はい、今姫路駅前に行きます。はい、自転車でね今から向かいます。8時に上がるということなので、自転車で何分ぐらいかな、間に合うかな、45分で間に合うか分かんないですけど、今から行きたいと思います。それでは行ってみましょう。えいえいっかな。山陽自動車教習所の裏側を走ってます。はい、ということで、今白浜かな、白浜でいいんかな。はい、今なんか声かけていただきました。釣り具、餌、姫路釣り具白浜店、こっちに行けばねマクドナルドとかあると思うんですけど、ここをまっすぐ行けば福泊の方に直結すると思うので、今時計の針は19時40分なので、あと20分間に合うんでしょうか。これまっすぐ行けるのか。はい、向かってますね。はい、ここを曲がると小石壁公園ですけども、福泊はもう少しまっすぐなんで向かいたいと思います。夜間地蔵がある私立、こっちもね車でいっぱい、自転車で来て正解かな。音が、花火が10分前ですけど花火の音がしてます。上がってる。あれなんか遠いぞ。おいでもみんな言ってくれますね。はい、めちゃくちゃ人でいっぱいですね。おお、車でいっぱい、もう上がってる。あ、ちょっと早いけど上がってんだ。ボンボクラ、はい、今福泊に到着したんですけど、8時10分前なんですけど、もうちょっと上がったようですね。この辺やったら多分終わったかな。はい、福泊の裏側の階段から上がるところに来ました。ちょっと階段に行ってみます。めちゃくちゃ人いてるわ。開いてますね。めちゃくちゃ人いてる。分かりにくいですけど、めちゃくちゃ人がいます。ということで7時58分ですね。あと2分で8時になるんですけど、本当に上がるんでしょうか。はい、今からカメラを向けていきたいと思います。魚取ってある。花火関係ないし、すげえ。
今ね、福通りで花火上がりました。20時13分ぐらいかな、2分間上がってめちゃくちゃ綺麗かったです。また動画にできたらと思います。姫路の種の公式には路上のぶどうちゃんが花火上げてくれてます。見てください。皆さんからの情報元に成り立っております、姫路の種の、公式にメッセージか、ぶどうチャンネルのコメント欄にコメントしてください。はい、はい、花火綺麗かったです。ということで、また少し姫路の未来でお会いしましょう。さよなら。